速稼塾の久保です。今日はベーシックインカムについてまたねお答えしようかと思います。今まで何回もお話しているんで多分ね同じ内容になると思いますけども、まあベーシックインカムね、私はどちらかというと賛成なんですよね。なんでどちらかというとっていう言葉になるかっていうと、自然にそうなると思ってるからなんですよ。求める人と求めない人がいても結局世の中ってのはベーシックインカムに向かうと思うんですよね。そのベーシックインカムの直前に起きる現象として私は二極化とか超二極化ってものがあるのかなと思いますし、一部ね職業を選べない方とか、もっと言ったら職業がなくなっていくっていう現象があるのかと思うんですよ。これから何が起こるかと言いますと、例えばね会社を経営してる、飲食店でいいです、飲食店を経営してる身として考えてみると、例えばね今券売機ってのがありますよね。食券を自動的に自動販売機で売る機械、あれ言ってみれば券売機があることによってベーシックインカムが成立してる面があると思うんですよ。人一人を雇って券を、お金を預かって券を渡すっていう役割の人を雇うと、毎月毎月その人に給料を払わないといけないですし、一定の社会保障もいりますし、突発的な休みにも備えておかなければなりませんし、その方が年齢を重ねればそれなりの保障もしないといけない、そして急に辞めるっていうリスクもありますよね。そういうのを抱えながら飲食店の経営者さんっていうのは人を使っていたわけなんですよ。ですから利益が出しにくくなった、でもですね、例えば極端な話で言うと経営者のそのシェフと、それから接客全般とその券売をね担っている従業員さん2人で経営してるとしますよね。ベーシックインカムがここにどういうふうに作用するかというと、この従業員さんがいなくなって券売機で OK になっちゃったらベーシックインカムはほぼ成立なんですよ。というのがこの経営者さんは料理を作って出すってことさえしていけば、その他のお金の回収とか、それからメニューのこうね提案というかメニューを受け付けるっていうのは機械がやってくれるんですよね。それによって、出費が抑えられて収入だけがあるって形になりますから、ベーシックインカムにちょっと近いのかなと思います。ただ残念ながらそこでずっとね、働いてた従業員さんっていうのは解雇になって、ここに二極がちょっとできるんですよ。働けなくなった方と、人を解雇することによって、利益が高まってきた、その店舗のねオーナーさんという形ですよね。でもこれが例えばどういうふうにベーシックインカムが実現するかと言いますと、その券売機を入れることによって解雇された従業員さんにも死ぬまで一定の給料を渡すから、だからやめてくださいっていう交渉が成熟していってベーシックインカムっていうのができるのかなっていうふうに思うんですよね。これ変な考え方だと思いますけども、ちょっとねこの理屈を説明すると長くなりますんで今日は端折りますね。今まで何回も話してきたんで、ですのでこれからの働き方としては、退職しても10年間は給料の 40% を払いますよ、だからあなた今のうちに退職しませんかっていうふうな退職勧告がもしかしたら作られるかもしれないということなんですよね。で、いろいろと話しましたけども、ベーシックインカムがなぜ実現するかと言いますと、本当に乱暴な言い方になりますけども、会社に出てきても自分の給料以上に生産してない方っていうのは大多数なんですよ。8割ぐらいなんですよ。8割ぐらいの方が出勤して一生懸命仕事をしてるんだけども、会社に利益を積むんではなくってコストになっちゃってるんですよね。だからリストラが進むんですよ。この人がいない方が会社の利益が守れるよねって、この人は働いてるつもりだろうけども、やればやるほど会社の負担が増えちゃうよっていう人を解雇することによって、会社っていうのを存続する形を取るのがリストラだと思うんですよ。で反面ものすごくコストがかかるんだけども、それ以上の利益を生み出してくれるようなトップレベルの人はヘッドハンディングしてでも欲しいわけですよね。だから社会っての全体が一つの企業になぞらえたらそういう形になってきて、世の中っていうのは一部のものすごく能力の高い人が能力の低い人の暮らしまで面倒を見ることができるんではないかなと思うんですよ。で今はまだ無理ですけどもね、それは例えばね、能力の高い人が自分の身内だけを守るみたいなマインドだからだと思うんですよ。自分に縁もゆかりもない人まで面倒見てやろうという包容力、それは文化ができた時っていうのはこのベーシックインカムにより近くなってくるのかなと思うんですよ。今でもね、生活保護を受けてる方に対して一生懸命働いてるのになんだよみたいなね、
方がいらっしゃいます。もちろんブラック企業で働いている方とそれから生活保護で暮らしている方を単純比較すると、生活保護の方が給料が高い、給料っていうかね、収入が高いんじゃないかなって見方をすれば、その1点だけ捉えたら生活保護の方が楽なような感じしますけども、やっぱ生活保護は生活保護でまだね、いろいろと苦しいし、心理的な負担もあったりとか、なかなかね、生活保護受けてますみたいな、へーへーへーみたいな感じで楽勝で暮らしていけるような環境にはないんですよね。一定のまあなんかね、負担を感じながら、それから心苦しさを感じながらやってるところも、おんぱかっていくところとか、あと生活保護を受けてる方にはかなりの制限がありますんで、それこそね、人権に関わるところまで制限されてるところがありますんで、そう考えたら、本当単純比較できないかなと。まあ、例えばブラック企業と言われるところで働いていても、そっちの方が生活保護よりも自由度、心理的な自由度とか、まあ、感じ方はいろいろあると思いますけども、まあ、相対的にね、まだいいよねっていう部分が多いのが今の現状だと思うんですよ。まあでもね、まあ、本当に20歳ぐらいになって社会に出るときに、生活保護コースなのか、低所得だけどもやりがいのある仕事コースなのか、そうではないけど別の、もう稼いでも稼いでも自分のお金になるんじゃなくて社会貢献にしかならない、税金が8割とか取られちゃうようなコースを選ぶのかっていうかね、そういう変な分け方になっちゃうときに、結果的には、そう、所得の高い人っていうのは自分が蓄えるよりも社会に還元するパーセンテージの方が多いんではないかなと思うんですよ。だってね、単純に考えて所得が高いと半分ぐらい税金なわけじゃないですか。だから30日働いていて15日は世のため人のためなわけなんですよ。で、まあね、私もそうだったんですけども、年収というか月収が15万ぐらいの時ってあんまり払うものってないんですよね。保険料にしてもそうですし、税金にしてもあんまり払わないわけなんですよ。もちろん生活は苦しいですよ。生活は苦しいんで払いが少ないからいいじゃないかって話にはならないんですけども、ただその支払いと所得のバランスを考えた時に、まあ客観的には得してるわけなんですよ。所得が低いってことは生活は苦しいですよ。苦しいんですけども、払いの多いか少ないかとかね、社会的な保護、福利厚生を受けてる割合がどうかっていうと、社会福祉を受けてるパーセンテージの方が支払いに対して多いんで、どちらかというと所得が低い時は国とか他の人に養われてる状態っていうのがあるわけなんですよね。で、所得が高い時は自分の身入れよりも払いのがでかいみたいな、それから社会的責任もついてもあるみたいなことがありますけども、それを良しとして高きを望む人っているわけなんで、まあ、本当にね、大きな企業を運営してる人ってすでに自分の私利私欲じゃなくてやりがいとか社会貢献みたいな、レベルになってるんで、社会貢献自分に対してしてくださいみたいな人がいくらね、いてもなんか結構バランス取れていくんじゃないかなと思います。そして冒頭に話しましたけども、機械化とか AI によっていやいやそうでなくても社会的にだんだんベーシックインカムに近づいていくんではないかなと思うんですよね。まだ実現には時間がかかると思いますけども、まあ、いずれそうなるのかなとか思うんですよね。タクシー会社を経営してても、人を雇うんではなくて自動運転車がきちんとこうね、車を配車してくれるようになって、それまでドライバーさんっていうのは退職金代わりに給料の何パーセントをあなたが生涯死ぬまでこの機械が稼いでくれるんでみたいなことだったりね。で、最近私ちょっとね、似たようなものに、ベーシックインカムに似たようなものに関わってるんですけども、それはね、カジノのビジネスなんですけども、カジノの機械を買うことによってその機械がカジノで一定の利益を上げてくれるっていうものを買ってるんですよ。そうすると何もしないのに利益が振り込まれるって形がそこで実現するんですよね。で、その機械が何をしてるかっていうと、別にイカサもしてるわけじゃなくて、カジノで楽しんでくださる方がお店に払うチップですよね。チップの中からいくらかいただくみたいな形で、そのカジノの隅っこの権利を買うかどうかって話なんですよ。もちろんね、前つばなんで、もしかしたらこれね、ダメになるかもしれませんけども、なんかね、いわゆる昔だったら単なる絵空事だった不労所得ってものがちょっとずつ実現してきてんのかなと思うんですよね。どうなんですかね、それはね。まあ、もう一個例え話をすると、これもね、いろんな批判を浴びるかもしれませんけども、一つの家庭があって4人でね、お父さん、お母さん、それから子供2人って考えるじゃないですか。子供たちって当たり前ですけども、お父さんとかお母さんからお小遣いもらってますよね。まあ、もらうケースがあると思いますけども、それは
あのざっくりとした言い方なんでね、ちょっと男女差別とか言わないでほしいんですけども、あの一番稼ぐ能力があるお父さんが社会からお金を稼いできて、それを家族に分配している、え、お母さんこれ使ってね、子供たちこれ使ってねって感じで分配している、これはあの稼ぐ能力がある人が、あ、いろんな状況で稼がなくてもいい人に対して一定のベーシックインカムを与えてるってことにもなるんではないかなと思うんですよね。で、子供たちはベーシックインカム、生活の保障があってお小遣いをもらえるんで、趣味ごとに没頭したり勉強してみたりとか、いろんな旅行をして見聞を広めたりとかってことが自由にできて、それから自分ってものが何なのかなと、社会に対してどういうふうな付き合い方をすればいいのかなってことを結構ね、学ぶ時間ができると思うんですよ。ですんで、今あの30過ぎたり50過ぎたりとかして、まあなんかね、社会のお世話になってる人も、ある意味ではね、社会のそれが社会の役に立っているって見方もできるんではないかなと思うんですよ。ちょっとまあ話が長くなりましたんで、またこれ別の機会にお答えしますね、この辺に関しては。まあでもね、あのベーシックインカムのご質問だったんで脱線しましたけども、ベーシックインカムはやった方がいいんじゃないかなと思います。でその一つが、共感する方が一番多いのは、働いても働いても自分に会社がかけてくれるコスト以上に生産性を生めない人に関しましては、しかもその会社に働くことがあんまりね楽しくないって方に関しては、ベーシックインカムにした方が会社の損失も減るし、社会的な損失も減るし、そしてその人は一定のレベルの収入を得ながら、あの嫌な仕事をやらなくてもよくって、ストレスのない人生を送れるんで、万々歳かなというふうに思うんですよね。で、あとはね、あの働きたくてしょうがない人もいるんですよ。でそういう方に限って、むちゃくちゃ所得高いし稼いで社会貢献の意識も高いんで、今はまだ無理ですけどもね、もうちょっと社会とか個人の思考が成熟していくと、このバランスが取れる点っていうのが出てくるんではないかなと思いますよね。まあ、要するに、みんなのために働くぞみたいな一家のお父さんみたいな人がこの国にね、何万人か現れて、残りの人は自由な社会で楽しく生きていくっていうこと、そして自由な社会で楽しく生きていく人に対して提供するサービスが当たるから、一部の方がまた大きな利益を上げて、その利益をみんなに分配するみたいなね、そんな形になるんではないかなと思うんですけどね。ちょっと私の考え方が足りないところもありますけども、まあ言ってみれば、私もなんかね、ベーシックインカムで暮らしてるような毎日なんで、ちょっと私の見てるところから考えられるのはそういうことかなと思います。私もね、パソコンの仕組みとかをたくさんの人のおかげさまを持ってね、こういう暮らしができているところを、ちょっと大きな社会、一つの国っていうふうに当てはめてみると、まあ実現しないでもないかなと思うんですよね。今はだからまだね、私みたいな隠居暮らしをしている人ってそんなに多くないと思います。多分数千人ぐらいだと思いますけども、この数千人っていうのを数万人とか数十万人に広げていくことはできると思いますし、多分ね、100年前はもっと少なかったと思うんですよ。で今は普通の人からでも、その隠居みたいな暮らしができるみたいなところがねありますんで、これがどんどん広がっていって、希望する人が日本に何人いるか分かりませんけど、例えば300万人の隠居みたいな生活をベーシックインカムを希望する人に対してはキャパシティがあるよみたいな、そんな時代も来るんではないかなと思うんですよね。まあどっちに転んでも1億人全員がね、そういう暮らしをしたくなるとはなかなか思えないんで、一定のバランスで止まると思うんですよ。ベーシックインカムを望む人がベーシックインカムを受けると、いや、ベーシックインカムがあるのも分かるけども、自分にはベーシックインカム必要ないよと、今まで の資本主義労働階級の働き方でいいよとかね、そっちの方が楽しいんだよって人もいるんではないかなと思いますよね。まだ分かんないですけどね、なんかそんなざれ言でございました。では長い動画をご覧いただきましてありがとうございます。ちょっとちんぷんかんぷんなことも言ってますけどね、私もちょっと混乱してるところとかね、本当にそうなのかな、自分で話しながら本当にそうなのかなと自分の思考を疑ってるところもありますんでね、ご容赦くださいませ。では失礼します。